どう言ったらいいのか返事に苦しむね。で次はどうする？サー・フレデリックにできるだけ接近するんだ。どの程度？あの男の影の声の正体を叩き出せる程度にさ。影の？姿は見えないんだがね、誰かの声が聞こえてサー・フレデリックはその声の言うままだ。まさか、なんかの間違いじゃない？この耳ではっきり聞いたよ。もっとも僕だけで、バートンって人には聞こえないらしい。すると何それは、透明人間ということね。落ち着いた男だったの？鍵回られて落ち着きを失ってるのさ。いやまあ気持ちはわかるけど、国際機関から来たって一体何だろう。スイス銀行のライバルかな。しかしあの取り乱しよ、危ないぞあの銀行屋は。あ、先生。あ、おはよう。変わったことは？大したことないね。おはようございます。あ、起きたね。もう大丈夫かな。あ、おはよう。見せてごらん。あ、これならもう 2,3 日で退院だ。おはよう。おはよう。あ、先生。何か？3時45分から盲腸の手術がございますから。ところがこのサムナー君と大切な手術をやらなくちゃならんのでね。すまないが誰かを代わりに頼むよ。はい。君の言う通りかもしれないな。ガタが来たら何をしでかすか分かったもんじゃない。今尻尾を出されちゃそれこそだ。それだよ心配は。それにあの銀行屋はもう利用価値はないんだし。危ないしか、やむを得ないだろう。計画からはみ出すのは感心しないが、しかし背に腹は変えられん。じゃあ思い切って片付けるか。どうしたのかしら。とにかく後つけよう。死にました。この人知ってる方？サー・フレデリックって銀行の重役です。ありがとう。電話はどこ？曲がった角にあります。あ、失礼。
どう？凶器はナイフ。そう。最近このサン・フレデリックは手術を受けたわね。盲腸の手術。またその時耳の中にも何かの手術を受けたようだわ。耳の穴の中に何かを縫い付けた後も、もっとも剥がしてあるけど、それも今日。今日？ずっとつけてたのに。死んでからは？あの時駆けつけた医者か。果たして医者かな。とにかく死体を見て分かったのはそれだけ。参考になったかしら。ああ、君はすぐジュネーブへ立って部長に報告してくれないか。その間僕はサー・フレデリックが手術を受けた医者とその時のことを洗ってみる。スターリンさんです先生。これはこれはまた奇遇ですな。お楽にどうぞ。奇遇とおっしゃると？サー・フレデリックがナイフで刺し殺された時あの場に居合わせたのはあれはまさか偶然だとおっしゃるつもりはないでしょうね。もう少し早くお会いしてれば運命ですかな。お身内ですか？あなたの患者なのに名前を聞いたのは？血で顔が真っ赤になっててわからなかったもんで。でもそれがどうしたとおっしゃるんです？スターリングさん、今日は予定がいっぱいでして。で、どんなご用でしょうか？サー・フレデリックのカルテを拝見できますか？患者の病床を明かすわけにはいきませんね。特に見ず知らずの方に。お引き取りください。帰っていただきましょうか。返事をいただくまで帰るわけにはいきません。個人は私の友人でしてね。友人ね。だからと私には。追い出したら私は警察へ行きますよ。何を知りたいんですか？個人の盲腸の手術をしたのはあなたですか？それが何だって言うんです？そうですよ。そして？そしてとは何です？その時個人の耳の穴の中にも何か手術をしたはずです。それは何かあなたがお聞き違いになったんでしょう。サー・フレデリックに耳の手術をしたことはありません。と言われてそのまま鵜呑みにすると思いますか？ヤジウマがここにももう一人いたぞ。ただのヤジウマじゃなかったのかな。
今それを公表するのは国際経済の微妙な折からうまくないということで一応聞いとるのか君たちは。クレイが危ないわ。そんなことわかるはずないだろう。でも部長、以心伝心ということもあります。ロンドンへ行かせてください。どうも君たちのそういうところが私にはわからん。私が言わんでも何もかも心得てる。どうもそんなふうに思えてしょうがないんだが。クレイグを助けなきゃ。よかろう。わけはわからんが手配してやろう。ジェット軍用機をね。そんなに差し迫っとるのか。一刻も早い方が。殺そう。その方がいい。どうかな。後々のためにも殺した方が。いやーさもな。それよりもっといいことがある。生かしといた方が役に立つ。生かしといたために計画がめちゃめちゃになったらどうする。バカな。こいつが動き出す頃はこっちは南米でのうのうと暮らしてるんだ。